おはようございます。私の方から役員連絡会の概要について報告をさせていただきます。まず茂木幹事長からは、今週土曜日6月1日はかりゆしウェアの日です。本日は党本部で沖縄物産展が行われ、来週の役員連絡会はかりゆしウェア着用での開催を予定しております。そして来週の金曜日6月7日には沖縄県議選が告示を迎えます。勝利に向け党本部としても全面的にバックアップしていきたいと考えておりますので、先生方のご理解ご協力よろしくお願いをいたします。また一昨日投開票の静岡県知事選挙、必死の追い上げにもかかわらず惜敗という結果になりましたが、ご支援ご協力いただいた地元関係者、党本部の各部門や参議院の皆さんに改めて感謝申し上げます。昨日ソウルで日中韓3カ国による首脳会談が4年半ぶりに行われました。国際情勢が厳しさを増す中、国際秩序の維持強化に向け、経済や安全保障、環境問題など幅広い分野で協力を進める共同宣言の採択には大きな意義があったと考えます。一方で昨夜北朝鮮が弾道ミサイル技術を使用した発射を強行しました。国連の安保理決議に明確に違反したものであり、国民の安全に関わる重大な問題だと受け止めています。今後北朝鮮がさらなる挑発発射を強行する可能性もあり、政府には国民の安全安心の確保に向けて引き続き万全の対応をお願いをいたします。今日から中国共産党の中央対外連絡部の代表団が日本を訪問します。私も明日劉県庁部長と会談を行う予定です。我が党としてもこうした議員外交の機会を通じて政府の取り組み後押ししていきたいと思います。政治資金規正法改正案について、現在衆議院の政治改革特別委員会で審議が進んでいます。現場の皆さんにはご苦労をおかけしますが、今国会での改正案の成立に万全を期したいと思います。よろしくお願いをいたします。浜田国対委員長からは、本日13時の本会議で議論案件の採決を行う、所要は10分、次回の本会議は各委員会の審査状況を見ながら検討する。政治改革特別委員会について、先週は提出者に対する質疑、昨日は参考人質疑を行った。本日本参を理事懇で修正協議に入る。速やかな可決に向けて全力を挙げてまいる。石井参議院国対委員長からは、本日は内閣厚生労働の連合審査会と6常任委員会が開かれる。うち農林水産委員会は国対間の合意に基づき、食料農業農村基本法案について総理に対する質疑1時間の後、大臣に対する質疑5時間を行い、その後野党提出の修正案の趣旨説明質疑を行い、修正案を否決した後、各法の採決を行う予定である。明29日水曜日は本会議を10時に開会し、JAIGO設立条約の登壇、予備費決算6件と食料農業農村基本法の採決を行う予定、農村基本法案に対する討論が見込まれるため、所要は最大で2時間30分が見込まれる。明日の本会議終了時点において、政府提出法案の成立は62件のうち40件、65% の成立率となる。しかし残る会期は本日を含めて土日を除くとわずか19日となった。国会はますます厳しい日程になっている。衆議院と連携を密にし臨んでまいるのでよろしくお願いする。関口参議院会長からは、一昨日行われた静岡県知事選挙は残念な結果となってしまったが、国民の信頼回復に向けた努力を続けることが次の選挙につながると思う。また終盤国会に入り、最後まで緊張感を持って取り組んでまいり、衆議院のご協力よろしくお願いをする。松山参議院幹事長からは、静岡県知事選挙は残念な結果となってしまったが、真摯に受け止め冷静に敗因を分析し次につなげていかなくてはならないと思う。参議院としては来年の参議院選挙に向けてしっかりと準備を行ってまいるのでよろしくお願いする。
今国会の会期も残り1ヶ月を切り、一日も無駄にできない状況となっている。衆議院の皆さんにはすでに多くのご配慮をいただいているところではあるが、引き続きのご協力よろしくお願いする。小渕選対委員長からは、一昨日行われた静岡県知事選挙は極めて短い選挙戦ではあったが、皆様方のご支援のもと、我が党推薦の大村慎一候補は知名度不足を克服し、県東部、中部の27市長すべてで相手候補を上回る得票となるも、県政部でつけられた大きな差にあと一歩及ばぬ結果となった。この結果を真摯に受け止め、今後の選挙に取り組んでまいりたい。都会政調会長からは、昨夜22時43分ごろ、北朝鮮が弾道ミサイル技術を使用した発射を強行した。このような行為は我が国はもとより、地域、国際社会の安全を脅かすものであり、断じて容認できない。今回の発射については、本日13時30分からの国防部会、安全保障調査会の合同会議において、政府から説明を聞くことになっている。なお、さらなる挑発行為も懸念されていることから、政調としても政府と緊密に連携しつつ、緊張感を持って対応してまいりたい。なお、今日から明日にかけて、広い範囲で大雨の可能性が指摘されている。政調では、災害対策特別委員会を中心に注意深く状況を見守り、必要に応じてしっかり対応してまいりたい。政調審議会は今週も火曜日、木曜日の定例日、いずれも開催。本日は議員立法2件、政府への提言等10件の審査を予定している。了承した議員立法については、速やかに総務会にお諮りしたい。木曜日30日については、法案審査の予定はなく、政府への提言のみの審査となる見込み。森山政調会長からは、総務会は本日11時より開催する。政務調査会からの議員立法2件の審議等を予定をしている。平井広報本部長からは、直近の世論調査結果について報告がありました。役員連絡会の概要は以上であります。質問がありましたらお願いいたします。どうぞ。朝日新聞の記者です。はい。政治資金パーティーの関係なんですけれども、立憲民主党がですね、政治資金パーティーの禁止の法案を提出して、はい、昨日その執行役員については当面自粛するということを決めましたけれども、まあ、今回一連のために見ているとですね、要はその、法案が通ればやらないという趣旨の発言が喚起されてますけれども、それは、まあ、ただ一方でその法案が通らなければ今後も続けるということと同義にも聞こえます。で、まあ、立憲民主党はそのイコールフッティングの考え方が示されているわけですけれども、まあ、今回一連の対応をどのように受け止めていらっしゃるかということと、あと法案の提出者の態度、姿勢というのはどうあるべきか。政治資金パーティーの在り方も含めて、政治資金規正法の改正については、各党それぞれに、まあ、考え方があると思っています。我が党もすでに政治資金問題の実効性ある再発防止策を盛り込んだ政治資金規正法の改正案を、まあ、国会に提出をしているところであります。まあ、政治資金規正法については、今国会で必ず改正を実現しなければならないということで、取り組んでおります。今後公明党と力を合わせて野党の皆さんそれぞれのご意見も真摯に伺いながら改正案の成立に万全を期してまいりたいと思っておりますし、この審議に入る前に各党それぞれに考えがあるはずだということも申し上げたと思いますし、それらについて今しっかりと審議をしていく、そして実効性ある改正案を成立をさせたい、この国会の自民党としての最大の課題であると思っております。どうぞ。共同通信をお願いします。はい。一郎衆議院議員に来てもらいます。ご自身が代表を務めていた党支部などに被災後は全額寄付して所得税の一部を補助されていたということで、昨日会見をしましたが、派閥の指示に従う形ではありますが、このような処理を適切と考えるのか、また党として今後処分が検討されることはあり得るのか、また同じようなケースが他の議員でないのか、今後調査するご考えはあるのか、お願いします。ご指摘の件につきましては、報道を受けて昨日、ご本人が説明をされたと承知をしております。政治資金の管理を含む個々の政治活動については、各議員によって、十分に把握がなされておりますので、まずは本人がしっかりと調査をし、説明責任を果たすということだと思っております。政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書と合わせて、今度は個人の
所得税の申告ということでありますので、しっかりと本人が説明を果たすべきであると思っております。その上で議員であるかどうかにかかわらず、税務処理に際しては第三者から疑念を抱かれることのないように、法令にのっとって適正な申告が必要であると考えております。どうぞ。すみません、朝日新聞の時代、いわゆる旧文通費の見直しについて改めてお伺いしたいんですけれども、岸田総理はですね、自民党として積極的に議論に参加すると国会の場で述べていらっしゃいます。で、確かに見直しについては与野党の中にそれぞれ消極的な意見もあるかとは思うんですけれども、今国会でどこまで議論を進める、自民党としてですね、議論を進めていきたいというふうにお考えでしょうか。旧文通費の見直しなど国会改革については主に衆議院の議運で一昨年以来与野党間で協議が重ねられていましたが、具体的な使途の範囲、使い道ですねの範囲と支出可能経費の確定、どういったものに使えるかということ、さらに公開の仕方、仕組み作り、今独自にやられている等もありますけれども、どういった形で公開をしていくのか、そして共通のルールどうするのかということも含めて、さらにまた残余金の扱いということも含めて、まだ結論が出ていないのが実情状況だと思っております。こういった点も含めて、協議が早期に開催され与野党間で合意が得られるように我が党としても取り組んでまいりたいという姿勢で臨んでまいります。どうぞ。産経新聞の問題です。知事選について伺いますけど、昨日立憲民主党の蓮舫氏が出馬を表明しました。現職の小池百合子氏の近く出馬を表明するとの報道がありますが、自民党まだ態度を示しておりません。告示まで1ヶ月を切る中、自民党としてどう臨むかを伺います。いろんな方が出馬の意向を示しているということもあって、東京都連と緊密に連携を取りながら、方向性を決めてまいりたいと思っています。どうぞ。3度ね。はい、政法改正の関係なんですけども、その自民党の修正案について、公明党が賛成する方向で調整していると一部報道が、あります。現在 の、 その調整状況について、これはいろいろ動いていると思いますけれども、現場にお任せをしているということで、その今日の役員連絡会においても国対委員長から報告があったように、それらの作業を行っているということでもあります。現場にお任せをしているということです。